展望台から見たマラッカ海峡側の風景、村川、はマレーシアの港湾都市、マレー半島西海岸南部に位置し、東西交通の要衝マラッカ海峡に面する村下、州の州都である。マラッカコズスマトラ島のパレンバンにいたシュリービジャヤ王国の最後の王子パラメスワラが1396年頃、マラッカ王国を建国した。彼は、 カレンバンを統治していたマジャパヒト王国の内乱に、乗じて、独立を企てたが失敗、テマセックに逃亡。王を殺し、王座についたがタイに追われ、ジョホールからマラッカへ退避。国を建国する。名前の由来は、木の下で休んでいたところソロクが両剣を蹴飛ばす、ところを目撃、休んでいた木の名前を取った、という説が、一般的。1405年には、 民の英羅組門より命を受け、遠く、アフリカ大陸まで大遠征を行った海軍大将、テイワの艦隊もマラッカに初寄港している。マラッカ王朝は朝貢貿易を通じ、民国との同盟を強固し、北の大国シャム、南のサムドラパサイ王国からの脅威を牽制していた。マラッカ王国は1414 14年頃イスラム化し、高新量貿易における重要な東西。 中傾向として繁栄を極めた。1511年、ポルトガルのインド総督、アホンソでアルブケル家が征服し、東南アジアにおけるポルトガル海上帝国の拠点ポルトガル領、マラッカとした。ポルトガル時代には、要塞やキリスト教会が建設され、司令官が常駐していた。イエズス会のフランシスコザビエルはここから、東アジア布教に出発している。 1521年、ポルトガル領マラッカからサムドラ・パサイ王国に侵攻し、滅亡させた。1641年、オランダ東インド会社がジョホールのスルタンの援助を得て、マラッカを占領した。オランダの東南アジアにおける拠点は、ジャワ島のバタビアであったので、オランダ領マラッカは、マレー半島で産するスズなどを輸出する地方港に転落した。 1824年のエラン協約で、スマトラ島のイギリス植民地アジェオ王国と交換に、イギリス二条とされた。その際、マラッカ海峡より、西側はオランダ領、東側は英国領と定められた。1826年、イギリスのトーマス・ラフフルズは、ペナンやシンガポールと共に、英,英領海峡植民地を成立させたが、近代港シンガポールの台頭が著しく、 マラッカの公安機能は衰退した。1941年1月15日から1945年8月15日の太平洋戦争終了まで、旧日本軍に占領され、日本に統治された。終戦後の1945年、イギリスが再び海峡植民地としたが、独立の機運が高まり、1948年にイギリス保護領下でマラヤ連邦が成立。 1957年8月31日に完全独立を遂げる。これに先立ち1956年2月20日、トゥンク・アブドゥル・ラーマン・マラヤ連邦首相がマラヤ連邦の独立宣言を行ったのはこのマラッカである。1989年4月15日、マラッカはヒストリカルシティ、歴史の都市として市政の承認を受けた。これを記念し、毎年4月15日は、 マラッカ州で休日に指定されている。港湾都市として発達を遂げたマレーシア最古のとマラッカは現在観光都市として年間600万人を超える国内外からの観光客が訪れている。2008年にはジョージタウンとともに歴史的な街並みがユネスコの世界遺産に登録された。世界遺産登録基準この世界遺産は世界遺産登録基準のうち 以下の条件を満たし、登録された。シンガポールにとって変わられたマラッカ海峡の主要港湾としての地位を回復させようと2016年9月、中国政府の一帯一路構想に基づく開発計画を受け入れた。2025年にかけて約8000億円を投資して、500ヘクタール以上の人工島や深み港湾、工業団地などを整備し、 中国企業が港を運営する予定であるが、中国による軍港化を警戒する見方もある。セントラルバスターミナルの近くにあるハイパーマーケット、立橋を渡っていくことができる。マラッカの新市街の中心部に位置する。2008年3月現在インドネシア、国際定期便のみ就航。マラッカ市内北北東35キロにある最寄り駅として紹介されているが、 マラッカ市内まで約1時間かかるため鉄道を利用する地元の人や旅人は少ない。プンカランラーマの多ンルンパから、カンポンブンガラやパンタイまでを結ぶ公共モノレール。路線延長の予定あり、長距離バスのほとんどが発着する。市の郊外にあり、オランダ広場などに移動するには、市内バスやタクシーへの乗り換えが必要。クアラルンプール、ジョホールバル、一方、シャアアラム、 スレンバンほか、主要各都市及び、シンガポールへ長距離バスが運行している。なお、クアラルンプール国際空港からもバスが運行されており、便数が少ないものの苦しシ内を経由するのと比べ、約半分の時間で移動できる。また、空港リムジンサービスの利用が便利。海の交通の要所となっており、日々多くの貨物船が行き交う。行政観光、ありがとうございます。